関東ナンバーワンツッコミと称される三村と、独特の雰囲気から繰り出すシュールなボケが印象的な大竹。そんな芸能界屈指の仲の良さで知られるサマーズの面白いエピソードを50個紹介します。三児の父である大竹は、次男の父親参観の際、最後に子供たちからお父さんへのプレゼントが渡されることとなり、子供たちが一斉にいつもありがとうと感謝の気持ちを伝えながらプレゼントを手渡す中、大竹の次男はいつもありがとううんこ野郎と言った。隣に知らないおじさんが来るより知ってるおじさんが来た方がいいと、新幹線や飛行機などの移動の際も隣同士で座っている。2011年に元フジテレビアナウンサーの中村ひとみと結婚し、数々の鬼嫁エピソードを語っている大竹だが、自身が話したエピソードを見られたくないと全録レコーダーの購入を拒否していた。食事中、そこの醤油取ってと言うと、奥さんからなんでと言われた。朝ごはんに目玉焼きを食べたかった大竹、奥さんに話すと、朝目玉焼きを食べる人なんてこの世にいますと言われてしまった。携帯電話が普及し始めた頃、2人仲良く契約しに行ったため、電話番号の数字が2つしか違わなかった。セクハラキャラの三村だが、意外にも週刊誌に載ることはなく、唯一撮られたのは三村が美容院から帰ってくるところという日常の一コマだった。大の仲良しで、楽屋でもいつもおしゃべりをしているサマーズの2人だが、ザキヤマと飲みに行った際、急に2人きりになるのは恥ずかしさがあるためと、ザキヤマにトイレに行かないように言い、あまりお酒を飲まさないようにしていた。若手時代、お互いの家にしょっちゅう泊まっていた2人、野球ゲームを3日間やり続けるほどハマっていたが、ある時大竹に満塁ホームランを打たれた三村は、怒りで鏡を殴りボタンが押せなくなるほど拳を痛めた。しかし大竹は気にすることなく、はい、次やるよとゲームを続けさせられていた。リゾート地にロケに行った際、前乗りし日焼け止めを塗らずに楽しんでいた三村、次の日のロケでは開口一番、さあ着きましたと今到着した感を出していたが、日焼けで顔がパンパンだった。たとえ体調を崩したとしても、奥さんに怒られるのが怖く、家事をすべてこなしてから病院に行く大竹。三村が風呂掃除をしたことで奥さんから褒められたことを語った際は、お風呂を洗っただけでと驚いていた。何が食べたいか聞かれ、何でも良いと言うと怒られる大竹、何かリクエストをするとレストランじゃないと言われるため、何が食べたいかの質問を恐れている。物が捨てられず足の踏み場もないくらいの大竹の部屋、ゴミをまとって出てくるため、後ろから掃除機をかけないと他の部屋が汚くなっちゃうと、奥さんは後ろから掃除機をかけながらついてくる。三村の娘は一時期関ジャニにハマっており、三村が番組内でメンバーの文句を言うと娘に怒られていた。ブラマヨの吉田が自身の長男を2歳くらいまであまり可愛いと思わなかったと言うと、大竹は俺は4歳まで可愛くなかったと言い放った。そんな大竹だが、幼稚園の運動会の徒競走では毎年泣いていたことを奥さんに暴露されている。若手時代お笑いだけでは食べていけず、同じレストランでバイトをしていたサマーズは、そこで三村の奥さんと出会うことに。もともと奥さんは大竹のことが好きで、よく三村に相談をしており、三村と店長は2人をくっつけようとしたが、当の大竹はデートの間ほとんど喋らず、困惑した奥さんは後日三村にまた相談をすると、相談されるうちに奥さんのことを好きになっていた三村は、大竹は実はゲイだと嘘をつき交際を申し込んだ。その後三村はバカルディとしてブレイクする前の1996年に奥さんと結婚、現在は2人のお子さんがおり、長女の名前はイオンと言い、名前をくっつけると三村イオンになり、ライオンの響きがかっこいいからと命名した。3人の男の子がいる大竹、辰年生まれの長男を龍神、上の子が龍なら下は虎だろうと、次男に大河、そして3人目は空の王者わしと書いて衆と名付けた。しかし龍や秋のような中性的な名前をつけたかった奥さんからはスカジャンみたいと言われている。ある番組で片岡愛之助から、おおらかに見えて私生活では本当は神経質そうと言われた三村は、否定せず靴にちょっと小石が入っただけでも取る、ズボンのベルトループに一個でもベルトが通ってないところがあると分かった瞬間に収録を止めてでも入れたくなると神経質エピソードを語っている。すると大竹もマイクのコードが裸に擦れるのが気になるため、夏で暑くても T シャツの下にもう一枚着て違和感をなくしていると三村を超える神経質エピソードを語った。多数の冠番組を持っているサマーズだが、3人目を入れるなら司会進行のできるアナウンサーしかいないというほど MC に対する苦手意識を持っている。
結婚前におねしょをしてしまった大竹、奥さんにおねしょしたの、とドン引きされたことがある。それからも年に数回おねしょをするという大竹。ある時、長男と次男をデパートで遊ばせ、疲れきり夜に一杯だけお酒を飲んで就寝すると、知らない人の家に行き、立ったままおしっこをしている夢を見て、人の家だから逮捕される、急いで出なきゃと思う。目が覚めるとおねしょをしていた。大竹の結婚式では大竹の希望で、三村一家は大竹の両親や親戚と同じテーブルだった。サマーズはもともとバカルディというコンビで活動していたが、コンビ名の由来はネタ作りの際に着ていたバカルディの T シャツ、そしてバカというダブルミーニングも込められている。当時凄まじい人気を誇ったボキャブラ天国への出演がなかったサマーズ、初めての出演依頼を大竹が断り、ブームの到来後に再度打診されたが、一度決めたことを今更変えられないと誇示し続けたことが原因となっており、後に出ておけばよかったと後悔している。奥さんが家でトレーニングをしている際、汗をかきながらも真剣に取り組む姿に羨ましさを感じた三村は、ある日奥さんに混じってトレーニングすることに。トレーニングが終了し、二人でハーハー言っていると長男が帰宅。上半身を脱いでいた三村は気まずい思いをした。三村はもともと本名の三村正和で活動していたが、読みづらいからとカタカナで三村正和に改名している。下ネタ、セクハラが多いため BPO に苦情まで来たこともあるが、もやもやサマーズ2でアシスタントだった大江アナは、サマーズのお二人は普段非常に紳士的だからセクハラも気にならないと語っている。新雲南の気分は上々の番組内で、カイジャリ水魚との対決企画があり、そこで敗戦したことでサマーズに改名することとなった。サマーズという名前は、コンビ名は名前は好きなものにあやかった方が良いという会話の中で、大竹が俺は一年中夏で良いと答えたことに対し、有田がサマーズという案を出し、それを内村がわざとダサくなるようにとひらがなに変換しチルダを入れた。その後バカルディへの再改名をかけ、対決が行われるも負けてしまい、サマーズとしてやっていくことを決意。さらにサマーズが負けたら個人の芸名をビーチ三村、大竹スイカ割りにするという対決をさせられるも勝利し、結果負けたカイジャリ水魚がクリームシチューへと改名させられた。ネタの登場時のつかみである夏だからサマーズは有田が考案した。他の芸人と戦わなければならないのに、コンビで喧嘩をしている場合ではないからと、ほとんど喧嘩をしたことがない。高校時代2人で海の家でバイトしていたサマーズは、朝4時に起きて働き、8時になりようやく朝食。内容は白いご飯に薄いハム1枚だったため、ハム1枚に醤油やソースをかけて味を濃くしてしのいでいた。サーフィンができると思い始めたバイトだったが、結局疲れて遊ぶことができなかった。さらに朝4時から夜9時頃まで働いて日給1000円だった。番組の企画で精神科医からボケの大竹がド S で、ツッコミの三村がド M という珍しいコンビと評されたことがある。東京生まれの2人だが、一人暮らしを始め貧乏生活を送ることに、220円で銭湯に行くかタバコ代にするのかで悩み、結局タバコ代に当てたため、真冬にお湯の出ない台所でお湯を沸かし水と割りながら頭を洗っていた。人気が低迷していた頃、三村は大竹に、バカルディの核は大竹、汚れ仕事は全部俺が引き受けるから、お前は思う存分ネタをかけと伝えていた。その間、三村がさまざまな仕事をピンでこなし、サマーズを支えていたというエピソードが好きな出川。それに対し大竹は、ギャラはすべて三村にのみ入っており、自分は生活が苦しかったので、支えてもらっていたわけではないと皮肉っている。当の三村はピンでの番組出演において、俺の面白さで満足するんじゃねえ。バカルディには俺の後ろにもっと面白いやつがいるぞ、と思っていた。ヒロミからリアクションに強烈なダメ出しをされ、以前より自分への当たりの強さに不満を持っていた三村は、ヒロミを共演 NG としていた。その後番組の企画で15年ぶりの共演を果たし、因縁が解消された。ロケで全国を巡っているサマーズ、国内でのおすすめスポットを聞かれた際は、2人揃って福島県会津若松市にある国指定重要文化財の円通三層堂、通称サザエ堂と答えている。同級生のサマーズは東海大学附属高輪台高校の2年生で、同じクラスとなったことで出会った。実は坂上忍も同級生だったが、坂上は入学式で別の生徒と喧嘩し、そのまま退学したため当時面識はなかった。
デビュー当初は元同級生と共にしゃぶしゃぶというトリオを組んでいた。スマップ中井、ザキヤマ、平成のぶしこぶしの吉村とゴルフに行く約束をしていた三村。場所と時間が変更になったというメールに件名が入っておらず見逃してしまったため、集合場所の神奈川でなく千葉に行ってしまった。ある時寄って自宅の階段から転落し、肋骨にひびが入った三村。それ以降家族から酒を飲んだ状態で階段を使うことを禁じられている。普段のキャラからは想像できないが、実は読書家な三村。奥さんの父親がカバンも何も持たず、文庫本をスーツのズボンのポケットに入れて通勤していたのに憧れて本を読み始めた。家族ぐるみで仲の良いサマーズ、一緒に食事に行ったりハワイ旅行に行くほどだが、自身の子供と大竹の子供たちが一緒に遊んでいる姿を見たかったからと、大竹が結婚し子供が生まれることを待ちわびていた三村。大竹の長男龍神くんが誕生し、自身の娘と息子が龍神くんをあやしている姿を見て号泣した。今後も芸人さんのエピソードをたくさん紹介していきますので、高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。